みなこんにちは、ハリーです。ポッティロッシュ投資会今回なんですけれども、トゥエンドウィークちょっと大事なご報告です。早速やっていきましょう。僕に関することではないんですけれども、バウンティーラッシュの大事なご報告というのがございます、ということで一緒に見ていきたいと思います。それがですね、こちらです。はい、引き継ぎ ID とパスワードの新規発行の終了のお知らせというですね、結構重要な情報が来ました。これはですね、現在バウンティーラッシュやってる人、まあ、これから始めようかなと思ってる人も全員に関わる話なので、絶対に見ていってほしいです。でこれなんですが、これ要するにどういうことかと言いますと、これからはですね、バウンティーラッシュを続けるためには、同じアカウントでね、ためにはスマートフォンを変えたりとかした時にそのやり方が変わりますよ、ということが言われております。ちょっと詳しく見ていきたいと思います。バウンティーラッシュを楽しんでくれてありがとうございます、と。でスケジュールが9月24日で受付終了となります。引き継ぎ ID とパスワードの新規発行を終了する時期が9月24日までとなりました。でこれの説明がですね、まあうんたらかんたら書いてあるんですけれども、これ要するにまとめますと、 Google、Apple ID どっちかでのアカウントの連携が必要になるというものになりました。これまであったらですね、 Google そして Apple ID アカウントの連携にプラスして、引き継ぎを行うための引き継ぎパスワードと ID というのがこれまでだったら発行されてました。この3つだったのが2個になるよということですね。でこれなんでこんなことするかと言いますと、多くの方がですね、バウンティーラッシュのこのアカウントを売ったりですとか、アカウントが乗っ取られてしまったということが多く発生しています。まあ売るっていう人をね、まあ代行だったりとか、まあ、そういうこともあったりとかしますし、まあ、最近だったらさ、一番言われてるのがこの代行だよね。この代行ってどういうのと言いますと、自分のアカウントをいろんな人に使ってもらって、まあ上手い人に使ってもらって、自分のそのアカウントでリーグ1位だったり2位だったり3位だったり上位のリーグランカーになろうとするということをですね、代行というんですけれども、この代行利用というのが行われていたということがすごく問題になりまして、これを防ぐために運営さんがですね、対策として行いました。アカウントの売買、代行利用を含めたアカウント共有が行われていたアカウントに関しては、そしてそれに類する行為が確認された場合、アカウントのバン、引き継ぎ機能の停止を含めた厳格な対応を行っておりますということなんですけれども、これらを防ぐためにですね、今回なんとアカウントを停止するだけではなくて、それを行えるシステムになっていた引き継ぎ ID とパスワードの新規発行自体をなくすという決断に至ったわけなんですね。ということでですね、まあこっからはちょっと堅苦しい話はやめまして、じゃあ実際に例えば僕今これ iPhone これ使ってるんですけど、この iPhone のアカウントが例えば携帯使えなくなるとしますね、とかこの iPhone14 を新しい16、17みたいな今後出てくるやつに変えたいみたいになった時にどうしたらいいのかと言いますと、このデータ連携というところを押すとですね、はい、このように出てきました。引き継ぎ ID とパスワードではなく、こっちの下 Google アカウントと連携か、この下にありますサニーネームウェブアップル、こっちの2つのどっちかで連携する必要があるということが出てきました。 Facebook のアカウント連携とかもあったんですけれども、まあ、これからはですね、 Google とこの Apple どっちかでやってくださいということですね。でここに書かれてます通り注意事項なんですが、引き継ぎ元になって残っている二乗ダイヤ自体は引き継がれません。なので例えばこのね iPhone14 なんですけど、この14が使えなくなっちゃった時に、あ、じゃあ15に移行したいんでなった時にね、 Apple ID とか Google アカウントで連携していた時はアカウント戻せるんですけど、例えば今ある38個は向こうの方に引き継がれないっていうことになってくるので、0個から始まるということになりますと。これ実際にちょっといきなりねやりたいみたいに思ってる人はちょっと怖いと思うんで、僕あの機種2個あるんで、ちょっとな無課金用でね1個買ってたんで、ちょっとそっちのアカウントで引き継ぎの方を試して今から実践していきたいと思います。ちょっと見といてください。はい、こんにちは、無課金アカウントへようこそ。レベル9の42、まあ、皆さんもこの動画を見てるということは分かりますので、僕機種2個あるんですよねそうなんです、無課金用に買いました、スマートフォン契約してきました。これがですね、どういうものかと言いますと、データ連携というところをちょっとねやっていきたいと思います。早速ね、Google アカウント連携、そしてサインインウェンデルアポーということで、こっちのどっちかになってるんですけれども、まあ、これ引き継ぎ ID、 じゃあちょっとやってみますか、試しに。これ引き継ぎ ID というのをやるとですね、パスワードを設定するそうです。ちょっとパスワードを設定していきましょう。はい、ということで設定しました。これ多分見えてないと思うんですけど、ちょっと設定しました、パスワードこれで設定しますと押しました。そうするとですね、この絵出てきました。この絵出てきましたかちょっと見てください。ここ見れない、どこ見れないのかな、わかんない。モザイクしてるかわかりませんが、引き継ぎ ID とこパスワードっていうこのね、二つが出てきます。これをですね、どっちもコピーしてください。まあ、コピー難しいようでしたら、こうやってね、スクリーンショットを撮ってください。はい。
これがですね、従来のやり方でした。はい、これで終わりました。これでですね、引き継ぎ ID とデータ連携ができたので、このアカウントは、ま、一回消して、それでまた入れたら、このアカウントは戻ってくるという形だったんですけど、これだと、ま、代行だったりとかができてしまうということで、今回からはですね、データ連携。はい、これ見ていきますね。はい、ということで、こちらでございます。現在発行中になってるんですが、ま、これはま、無視しておきまして、今回からはですね、Google アカウント連携か、Sign in with Apple、こっちどっちかということになりますと、じゃあ一応、Google アカウント連携でいきますか。はい、このようにですね、Google アカウントで再度やろうとしますと、連携解除してくださいということになります。現在出していたさっきの引き継ぎ ID というのは無効になります。なので皆さん今持ってる場合はですね、これらが全部無効になりまして、新しく作る必要がありますということで連携していきましょう。はい、来ました。ワンピースバウンティラッシュに移動するという形でですね、ここにですね、自身のこれメールアドレス入れてください。Gmail のメールアドレス。はい、できました。Google アカウントの連携を行いました。まあ、ここに関しては、まあ、Gmail で今やったのはログインして、パスワード自分のやつを入れて、で、今ここです。で、連携取れましたという形で、今連携できました。なので、これ Gmail との連携ができたので、ここからですね、僕は一回このアカウント消そうと思います。で、消して、実際に戻ってくるのか。これちょっと試してみましょう。ということで、はい、私の、画面でございますが、バウンティラッシュ、バイバイ、声ありがとうございました。これで俺一回ダウンロードすればいいのかな、もう一回。はい。